フォルクスワーゲンゴルフ、ゴルフ、ゴルフは、ドイツの自動車メーカー、フォルクスワーゲンが製造、販売している、ハッチバック型の普通乗用車である。1974年に発表され、2019年現在も、展開されている。C セグメントに分類される、ハッチバック車であり、世界の車種別歴代総生産台数では、トヨタカローラに次ぐ、第2位であり、 2013年7月には累計の生産台数が30000台に達した。日本市場へも初代モデル登場時から継続して輸入、販売されており、高い知名度を持つ代表的な輸入車となっている。1974年に発売されたジョルジェットジュージアーロのデザインの傑作である初代ゴルフはフロントエンジンフロントドライブ、 FF という構成を横置きのエンジンで駆動するという型乗用車用としては完成形の一つとされている携帯、それの効率的なパッケージングによるコンパクトな外寸、余裕のある室内空間を持ち世界中でヒットとなり約680万台が生産された。当初は VW の実質的なローエンドに位置する大衆車であったが G 機と呼ばれるホットモデル、 スポーツモデルが初代から歴代発売されている。社名の由来はドイツ語でメキシコ暗流を示すデアゴルフストラム、デアゴルフストロームから。同時期に発売された他のフォルクスワーゲンのモデル、シロッコ、ジェット等に風の名前が付けられているのに対し、ゴルフの名は海流の名称にちなんでいる。しかし、メキシコ暗流の製因の一つは貿易風とされているため、 風と全く無関係の言葉ではない。なお、貿易風はドイツ語でパスサート、パサートとなり、これはフォルクスワーゲンパサートのモデル名として採用されている。また、後に発売された VW の一部モデルに、スポーツ関連の名称、キャディ、ダービーが付いており、前述のポロもスポーツのポロの意味に取れることから、ゴルフもスポーツのゴルフを兼ねたものとする説もある。実際、 ゴルフ GT16V には、ゴルフボール型のシフトノブを持つものも存在する。なお、北米市場においては、初代が、ラビット2から4代目が他国と同じ、ゴルフ5代目で再び、ラビットを名乗っていたが、6代目で、ゴルフに戻されている。ナチスドイツ時代に、フェルディナント・ポルシェ設計のビートルを生産する、国策企業として設立されたフォルクスワーゲンは、 第二次世界大戦後、民生用のビートルを生産して、大躍進したが、1960年代に入ると、そのビートルの設計も陳腐化が著しく、後継者の開発が求められるようになっていた。1965年、当時の VW 社長であったハインリヒノルトホフはこの、車の設計を、ポルシェ社に委託し、ポルシェはこれに応えて、e、EA-266 を開発した。 この車は水平シリンダーの横倒しエンジンを後席のシートの下にアンダーフロアミッドシップというレイアウトで配置する方式を採用しパッケージングとしては極めて優秀なものでったという評価をする向きもあるが当時アウディ NSU アウトウニオンでアウディ80の開発を行っていた開発責任者のルートビッヒクラウスは後部座席の下に周期と騒音を発すエンジンを搭載し そのレイアウトのおかげで車高が高くなる、この車には否定的な意見を持っており、ルドルフライディングからそれまでかかった開発費用とこれからかかる予定の額を聞いて開発を中止するように進めた。EA266 は初代ビートルと同じく1台あたりいくらという形でのギャランティオポルシェに支払う契約となっていたため、相対的に見てコスト面で割高な商品であった。 また、操縦安定性の点でも、高エネルギー時の制御しづらい特性は、当時の技術レベルでは、解決が難しかった。このため、ノルトホフが休止した後に、フォルクスワーゲン社長となったクルトロッツはこの車の開発を進めていたが、その後任となった、ルドルフライディングは、EA266 の生産系を白紙に戻した。 初代ゴルフの開発責任者であったベルナ・ー・ホルステ、博士は衝突安全性の面から横置きエンジンを好み、1970年にロッツからこのレイアウトを量産車に採用する許可をもらっていた。ジョルジェット・ジュージアーロにスタイリングを依頼し、エンジンをアウディ・ NSU ・アウト・ウニオン、その他をフォルクスワーゲン技術部門で開発されたビートルの後継者が初代ゴルフ出る。 スタイリングとパッケージングはジュージアーロによるものであり、フロントドアには急平な三角窓があったが、全体的には欧州各国で先行して発売された、全輪駆動ベーシックカー各社の術を踏まえながら、極めて合理化された2ボックス型の横置きエンジン、全輪駆動方式を採用、デザイン、メカニズムともに、フォルクスワーゲン社のコンセプト面での立ち遅れを見事に、挽回いた製品となった。 1974年から欧州で販売された。日本導入は、翌1975年からで、ハイガス規制等に伴う年次変更が多かった。ゴルフのホットハッチ、GT は、当時、日本への正規輸入はなかったが、モデル末期の1983年には柳瀬から GTD が販売された。これは、GT と、ほぼ共通の外装を持ち合わせた、スポーツ仕様であり、 出力90馬力のターボ付き1.6リットルディーゼルエンジンが搭載されていた。カブリオのコーチワークはビートルカブリオ以来の関係を持つカルマンがコロの製作を担当した。次世代のゴルフ2では新たなカブリオレモデルの設定はなく、このカブリオはクラシックのサブネームを与えられてゴルフ3カブリオの登場まで販売される長寿モデルとなった。 1983年秋に初のフルモデルチェンジを行う。日本での販売開始は1984年。初期仕様は仙台同様にフロントドアウィンドウに固定式の三角窓があった。サンルーフは手動開閉式、AT は三足であった。また、右ハンドル仕様でもワイパーが左ハンドル用のままであった。メーカーは払拭面積を拡大したため問題なし、 としていた。また、この台から GT の正規輸入が始まった。当初 8V の GT が登場し、後から 16V エンジンの GT16V が追加された。GT は当時人気のあったピレリ P6 を履き、純正ホイールもピレリの P の文字がデザインされたものが装備されていた。GT16V は4等のグリルを備えていたが、日本国内の保安基準、補助等の中心は、 ヘッドライトの中心より上にあってはならないに適合せず中央寄りの二灯は点灯しなかった。また、1986年に世界で初めてゴルフ2ディーゼル形式1ボルトに参加触媒が搭載された。ただし、日本仕様での参加触媒はゴルフ3から。最初のマイナーチェンジでは三角窓の廃止、ドアミラー位置の移動、エンブレムの変更並びに 右ハンドル仕様のワイパーがそれ専用に改良された。エンブレムは右端に VW のマークとフォルクスワーゲンの文字だったが、このマイナーアッチェンジで中央に VW マークのみとなった。二度目のマイナーアッチェンジでは、バンパーの形状を変更、ボディ下部まですっぽりと覆うより、現代的なものに変更された、通称ビッグバンパー。ボディサイズは、現在のポロ程度であり、デザインは、 VW 社内で行われたものであった。8くらい、D GLX GT GT 16V C ディーゼル CL ディーゼル CL D ターボ GT D 1991年にフルモデルチェンジされ、欧州では同年から日本では翌1992年より販売される。ゴルフ市場で一番廉価なモデルくらい2ドアであり、 初めてカブリオがモデルチェンジを行い、ゴルフ発のワゴンも登場した。ヘッドランプの形状に対しては賛否意見が分かれた。1992年、欧州カー・オブ・ザ・イヤーを受賞。日本では VW が当時、ロックバンドのボンジョビの来日公演のスポンサーだった。ことか、限定車としてボンジョビエディションが販売され、欧州ではピンク・フロイド仕様も発売された。 1995年、先売りのコラード同様、強格 V6 エンジンを積む、ゴルフ 3VR6 以下、VR6 が日本で追加発売された。VR6 は、アウトバーンにおいて、メルセデスベンツ S クラスや、BMW7 シリーズと対等に走れることを、コンセプトに開発された。日本でのサンルーフ付き VR6 は1995年式のみ。VR6 と GT は、 ブリスターフェンダーを採用したため、全幅は 1710mm となった。ゴルフくらい、2ドア、4ドア、CL ディーゼル、D G T、GT、VR6、ベント。フォルクスワーゲン会長、フェルディナント・ピエフ主導による高級化路線の影響を受けたモデル。塗装やボディパネルの継ぎ目、各パーツの組み付け精度など、内外装ともに品質が格段に上した。 全幅は 1700mm 超となった。プラットフォームは、フォルクスワーゲンボーラーアウリエ3、TT、シュコダ、オクタビア、セアトレオンなどと共通。全体に純鉛メッキを施され、高張力鋼板を多用、それをレーザー溶接で接合することから飛躍的に、ボディ強度や安全性が高まった。一部のグレードは、旧東ドイツのモーゼル向上性がある。 ドイツ統一後の東側地域産業復興の象徴として製造もされた。ニュービートルに次ぐ R ラインとして設定された R32 は本モデルを登場し、日本へは2ドア、左ハンドル仕様が500台、4ドア、右ハンドル仕様が400台の限定にて輸入された。初期型のアウディ製1.8リットル DOHC エンジンを搭載したグレードは好評であったものの、 高コストな5バルブエンジンであったこと、日本の道路事情を考慮して AT とのマッチングを重したこと等から、初回のマイナーチェンジで、旧世代の低回転域トルク型2.0リットル、最致 C エンジンに変更されたが、一部の自動車、評論家に酷評されたゴルフ3では、カウンターフローったものをクロスフローに改良した後方排気エンジン。なエンジンには、 可変調インテークマニーホールドが採用され、燃費の向上及びエンジン出力の向上がなされた。ボーラ、ニュービートル、ゴルフカブリオレは、四代目ゴルフに似せた外観に変更されたが、内容は、先代、ゴルフ3の継続であった。足回りは、エドブ、電子制動力制御装置付き ABS となった。制動時の前後ブレーキ力配分を制御し、過重移動で、 ノーズが下がったり、コーナリング制動時の急激なオーバーステアを防ぐ層が付加された。また EPS、横滑り防止装置も装備される。これらの装備は当時の大衆車としては極めて先進的である。エアバッグは全車に、デュアルサイドエアバッグ、後にカーティアバッグフォースリミッターテンショナー付き、シートベルトが標準で装着。 ドイツでは2003年に発売される。一般モデルはボディ同色の小さいグリルであったが、GT や GT には、アウディと同様に大型のワッペングリルが採用される。後半モデルより1.4リットルガソリンエンジンに、ターボチャージャーとスーパーチャージャーを組み合わせた、TSI エンジンや、機械式のツインクラッチ式、フルオートマチックトランスミッシンである6足 DS、DSG。 湿式タキタクラッチ、7速、DSG、乾式短板クラッチが登場した。ドイツでは2008年に発売される。米国仕様は、今回のモデルチェンジを機に社名がドイツと同じ、ゴルフとなった。プラットフォームは、先代と同じで、ボディパネル、内装が一新された。ただしバリアントは、大幅なフェンスリフトは見送られ、フロント部分と内装の変更にとどまる。 トーモデルをベースにハイブリッド仕様のツインドライブ電気自動車仕様のブルーイーモーションの試作車が開発された。車体骨格は新開発のモジュールプラットフォーム MQB に一新。先代モデルと比較しておよそ 100kg の軽量化を果たしたほか、全長、全幅、ホイールベースは若干大きくなったが、前高は低くなり、よりスポーティなデザインとなった。 ホルムは仙台を基本的に踏襲しているが、サイドミラー付近には、視界確保のため、小窓がけられた。エンジンや、サスペンションなどの使用機構も一新された。エンジンは、ガソリンエンジンの1.2リットル TSI、1.4リットル TSI、気筒級システム仕様の1.4リットル TSI アクト、GT に搭載される 2.0TSI、ディーゼルエンジン一1.6リットル TD、 2 0リットル、t d すべてブルーモーションテクノロジー仕様である。ダッシュボードパネルは非対称の形状となり、全車の駐車ブレーキが電気式となる。1970年代から1980年代にかけてドイツや日本などでゴルフのワンベイクレースがゴルフポカールレースの名称で開かれていた。著名な参加者に歌手の稲垣一や俳優の岩一。 三原淳子なども参戦していた。2005年からはゴルフ GT カップの名称で行われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。